はい、どうもみごチャンネルです。今回は、マンパワーツアーズ、まあ2日間だけですけど、の1日目、横浜ビビストリートの模様をちょっと振り返っていきたいと思うんですけど、今日は特別に2人でやりたいと思います。この方です、どうぞ。どうも、ご対応のこいちゃんです。はい、こいちゃんです。ありがとうございます。こいちゃんとちょっと2人でアフレコを動画を見ながらしていきたいと思います。よろしくお願いします。我々ね、あの機材車がめげて横浜着いた早々に、えらい大変なことになりまして、ね、機材車がパーになったということでバタバタして、でウォーターウィードが機材を下ろしたタイミングで、まあ、ウォーターウィードの車借りて今日これから必要な機材だけピックして、ライブに向かったっていう感じでした。すいません、ほんま。いやいや、もう、いや無事で良かったというか、うん、車が、いや僕は先に金也君と前日から他のメンバーたちを入れたんで、はい、一瞬その僕は朝から金也君といて、うん、その状況、馬長の状況と、うん、こっちのテンションが、うん、もうあまりにも部分部分でしか伝わってこなくて、すごい大変なことになったと、はい、最初はもうなんか何て言ったんやろ、普通にあれオイルが漏れてただけの話だったんですけど、うん、エンジンがかからないになったら、うん、エンジンがかからんってことはエンジン終わったら車終わりじゃないですか。火貸して、はい、タバコ吸うな、はい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 、これはね、ウォータービードがまあちょっと何人かいる中で楽屋の雰囲気をちょっと何喋っとんかな、これ多分ね、これ多分ねあんまり載せれないこと喋ってる気がすると思うんです。これはまあなんか何気ない、これデブ君とタイガとハヤトとオーガかな。そうですね、うん、となんかなんかライブばっかり載せるも面白くないから、うん、あ後ろにまさきもいるなんかその楽屋の雰囲気だいたいマンパーやっぱみんな4番ともみんながみんな仲ええから、なんか悪く言えばだらけますよね、こう。そうですね、うん、そのほんまに仲いい4バンドが、はい、揃ったっていう感じで、そうですね、メンバーがどのバンドのどのメンバーがこう入れ替わり立ち替わっても別にそんなになんか気まずい感じにならないですね、ならないですねっていうのが、まあ、まあいいとこでもあるし悪いとこでもあるんかな、なんかよく言ったらまあだれるっていう感じですね、はい、でもまあ4バンドもそれぞれやっぱやってることも違うし、けどまあ考えてることとかやってる音楽をリスペクトし合ってるから、まあこの4バンドが集まったって感じなんかな。そうですね、それは間違いないですね、うん、まあこの4バンドのマンパやから行くっていう多分お客さんも多分多いと思うし、はい、嬉しいことですよね、ほんまにそれは、うん、でまあ横浜、まあ今日終わったばっかりなんですけど、まあ明日初台ウォールでやって、あさってトゥーオーバーの企画の毎年やってるオナフェスに、まあ、3バンドとも行くっていう感じ でそれで、まあ、東京日本やろうかっていう感じで決まったんかな、多分。そうです、そうです、はい、あれなので久しぶりでマンパワーやるのって久しぶりだ、これ。そうですよ、ほんまに最近はもう単発ばっかりやったんで、うん、1日あったり、だってマンパワー、まあ、一応ツアーやもんな、これ。ツアーです、ツアーです、うん、もちろん。てかウォーターウィードの単長えな、長いですね、確かに。うっ、画角変わったし確かに、うん、そうですね、これなんか知らんけどシャックスもたな、これも、うん、あの音声で出せないようなこと喋ってるんですかね、多分いやどうやろうな、ちょっと後で聞いて、はい、確認、要確認ですね、要確認やな、はい、うん、これはねウォータービート何の話、多分そんな大した話しちゃうと思うけどな、安全やと思うけどな、不安全な場合はまあ切るけどでもね、あとこれね、あとメンバーシップ用にね、ちょっとウォーターウィードとちょっと動画撮ったんで、まあそれはメンバーシップに載せたいと思います。もう、うん、そうですね、やっ
ってもうたっすね残してもうたっすね、いらんことを。いやでもな、俺のメンバーシップな、はい、結構ひどいこと言ってるから言ってました。いや皆さんどう考えてるんですか、ほんまにこの人たち、聞いてる人たち、ほんまな言わんといて絶対、うん、まあメンバーシップで言っとく、はい、多分な、まあ、誰にも言わんし、はい、まだ書かへんから、はい、まあええんやけど、はい、だからそう気になる方は、うん、まあまあのことを言ってると思うんで、好きな方はメンバーシップ入ってくれ、入ってください、ほんまに入ってください。月290円やから安、危な290円もあかん、あかんねん、1万円ぐらいにしてなことを言ってるんで、ぜひ290円払っていただいたら、うん、裏の顔が、はい、垣間見れるという、うん、まあ、こう見てて、こいちゃんやっぱウォータービードの中ではなんかこうキャラクター際立ってて、ニコニコしてる感じ、まあこいちゃんバチョでも去年サポートいろいろしてもらったし、はい、そのキャラクター的な感じやけど、まあこいちゃんわりかしね毒づいてるんでね、はい、いやいや毒づいてるんじゃないです、この間もだから打ち上げで話になったんですけど、金曜日の高永さんに、うん、育ちが悪いだけなんです、ほんまにシンプルに育ちが悪い、育ちが悪いだけなんです、そうなんですだからです、ちょっと惹かれましたもん、なるほどな、はい、マジでそんなん知らんかったって言われましたから、ね、ああなるほどな、はい、まあ、こいちゃんのキャラが想像できないっていう感じ、そうです、見た目だけじゃないぞっていう、うん、はい、これ場面変わりまして、これ、5の、てっぺさんかな、てっぺさんですね、これは、これはでも多分大体話せん話多いからな、てっぺさんの話は大体もうゴミみたいな話せんからな怖い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 、まあ、てっぺさんとね、まあ、パームの僕が年下が揃ったらね、ほんまもうクソみたいな話しかせんから言えません言えません言えません、あんまこすらねえからな、これメンバーシップで、まあ、内容は言いませんが、こんな感じで、まあ楽屋ではダラダラとみんな、そうですね、して、まあ、ご飯食べに行ったり、まあ、みんなブラブラしたり、それぞれ個人個人でどっか行ったりしてるんかな、これみんな、そうですね、これ、うん、全員は決して揃ってないんですもんね。あ、金子も出てきましたね。うん、ってな感じで場面変わって、はい、これは、また、馬長のあれですね。鶴ピカ萩丸くんですね、これ。いやそれも言えませんよ。あ、パーム来ましたね。パームちょっと遅刻してたんですね、今日。オープンギリ、スタートギリギリ来たんかな。それ混んでたみたいで。で、なんかギリギリ到着して、ミスみたいな感じで。ああ場面が、これあれ、あれビッグコンテンツですね、あ、そうですね、今日これ僕初めて生で見させていただいたんですけど , 笑っていいものなのか分かんないのかは正直分からなかったですね、これクソね、これ、はい、あと縫い込むこれ何でなんか帽子をかぶって癖がついてる状態でワックスするからな、これ謎なんやな、これ正しくは濡らすべきですよね、そうそうそう、濡らして、はい、スラッコの状態にしてやるのが普通やけど、はい、癖ついとう状態でやったらこれあんま意味ない、いやけどいや思う、笑っても直すの、笑ってるもんだって、これ爆笑みんな出ると爆笑爆笑ですので、良くないってことやな、多分これ自分でいいと思うんだけど良くないってことや、なんか危ない、いらんこと言いかけた、バックスじゃないから、バックス効果やな、ハートの数半端ないからな、いやこれは求めるでしょう、いいものなのかこれはね、まあ私がみんな雑談してる中、私はもう Mac でずっと編集してるっていう感じで始まりましたね、はい、はい、ライブのライブですね、はい、まあ、それぞれのバンドもちょこっとずつだけですけど、まあ、ライブの模様をまあどうぞっていう感じでちょっとだけ見てください。
ってことで続いて、私たちバショーのライブですね。でそれもちょっとだけ、ちょっと俺のチャンネルがちょっと長めかな、バショーはっていう感じでちょっと見てください。どうぞ。で次はウォータービードですね。ウォータービードのライブはちょっと著作権の問題上ちょっと短いかもしれないですが、まあ少しだけどうぞ。だけ短っていうね、これすいません、これちゃんと。いえ、全然全然。いろいろね、はい、僕も知らなかったことを今日教えてもらいました。まあ、いろいろね、やっぱこう著作権とかのね問題でやっぱこう今進化してるんで引っかかってるんですよね。はい、続いてはあれですね、今回のゲストホロサンズのライブです。まあ、これもちょっとだけですけど、どうぞ。ありがとうございましたっていう感じで、続いては最後のパームですね。はい、パーム結構今日のパームむちゃくちゃやったな、ほんま。はい、うん、すごかった。うん、なんか
久しぶりに見たけど、なんかトシさん、まあ、結構酒も飲んでたかな、トシさん、はい、ライブ前、はい、で謎のなんかあのモニターを持ち上げてなんか、 なんかどっか行ってましたよ、こっちなんかどっか行ってたよ、マイク持ってなんかそのままなんか人んち行ってまうんちゃうかぐらいなんか言うとか行ってたよ、なんかあれなんなんね、どっか行ってまうよ、行きはりましたね、確かに、うん、まあ、最初はこういい感じでこうずんずんやってるんですけど、途中でねなんかあの下のモニタースピーカーっていうのをなんか持ち上げてね、なんか客席に突っ込むっていうなんか迷惑おじさんスタイルでやっちゃってたんですけど、まあそんな感じでちょっとパーム、まあ鳥なんでね、パームちょっと長めにちょっと見てもらいたいと思います、どうぞ。はい、パームお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、これまあ哲平さんとかでいろいろ喋ってるんですけど、これ内容的にねもう絶対無理な内容だったんで、これ無理やった、うん、完全にこれ無理やったんですね、聞いてだからこれちょっと早送りでちょっと正解ですね、うん、で終わった後にね、あのメインヤードファイトっていう横浜にラーメン屋さんがあるんですけど、まあラーメン同好会って大阪のね
まあ、こいちゃんとパームの健太とあとクロードラゴンディのギターの邦夫君とか、はい、まあその多数ね、はい、がまあやってる同好会みたいな、はい、ありますね。ちょっと、メインヤードファイトね、行ってきたんですね。閉店ギリギリです。念願の念願、念願、個人的に念願やったんで、はい、でまあさっき冒頭で見てた通り、私と高永さんはね、泊まりさんと昼にも1回行ってるんですよね、これメインヤードに。激渋っすね夜も1時2回行くっていうスタイルで、はい、でこの時はね、ウォータービートのギターのハヤトと、パームのアキラ君と一緒に行ってっていう感じで、閉店ギリギリ滑り込みでね6人行けたっていうね。でまあ席は隣のアキラ君と、で今日まあアキラ君とちょっといろいろ、まあ今日のライブの出来とかね話してて、あ、そんなライブのことを話してたんですね。なんかアキラ君ギターとなんか音作り変わったっぽくて、それ聞いたんかな、これは、はい、聞いてて、でその音作りあんまりっていう、こうダメ出ししてきたっていう、うん、あれあんまりっすねみたいな、もう全員バラバラに話しましたからねなんかまあなんか変わったんかって聞いたら、変えたっつったから、はい、ああやっぱりみたいになって、はい、でなんかあんまりって言われたから、はい、あんまりって言って、そういうことが起こってたんですよ、ね、僕と高永さんそわそわしてただけですからね、ラーメンとかのギタリスト同士のなんか会話みたいな押した感じでやったかな。でもまあ1日目ってどんな感じ、ええ感じやった。いややっぱ楽しいですね。まあそうやな、この辺だったら楽しいやんな、はい、ちょっとだから特別にとか言ったらあかんけど、特別やし、ご褒美感があるツアーかなとは自分の中ではやっぱあったりしますね、やっぱ。はい、なんかいろんなものが混ざり合ってるから、ピリピリ感とか、うん、ね、そのやっぱ皆さんその最初言ってた通り、ちょっと一個気を使わない部分がやっぱあるので、うんうん、まず先輩もいますけど、うんうん、楽しいですよね、やっぱり。そうやな、はい、ウォータービートが、まあ、全体的に言ったらちょっと年下なんかな、やっぱちょっとだけです、うん、はい、そうですね、やっぱ僕らが一番下なんで、うん、けどそれでもそんな状態になってること自体が、まあ、なかなかそういう関係にはなれる人も少ないので、うん、そうやな、はい、だからパームとかもな、俺もトシさんとかまあ喋るけど、そんなフランクに喋る感じではなかったし、ずっとこうなるまでは、まあアキラ君とかも、まあアキラ君とか後入りで、はい、まあサイバネってバンドやってたけど、はい、サイバネの時も全然喋ったことなかったし、はい、けどまあこんな感じでなんか仲良くなってよう喋るようになって、しかも俺のが3つぐらいしたやけど、はい、うん、今日のあんまライブ良くなかったとか、はい、普通に言っても怒らんし、はい、なんかそういう意味ではやっぱり楽しかった。1日目はとにかく楽しかったですね、はい、まあだから明日初ライブ、明日はまあ4バンドだけはマンパワーの、はい、やし、でまあまたオナフェスもみんな一緒に行けるから、はい、まあ、楽しい、まあ来年とかもまたやるやろ、多分やると思う、やりたいですね、うん、やりたいな、はい、うん、っていう感じで、なんか次もね、ゲスト誰かやりながら、今日一本一本、なんか前ロストエイジのツアー3日間やって、3日間も1本にしたんやけど、はい、もうデータが膨大すぎて、はい、もうめっちゃめんどくさいんや、はい、もう4時間ぐらいの動画あるからそれめんどくさと思って、はい、3日間あるから、はい、だからもう今回も1日1本ずつ出していこうっていう感じで。なるほど、え、もうじゃあこれはもうこの後すぐに出るんですか。この後すぐ出す、もう最高じゃないですか。だから今そのこの日の当日の夜中の3時過ぎ4時前ぐらいなんですけど、はい、まあ明日の朝方にはアップしたいと思いますので僕も楽しみに待ってますよ即日アップするっていう、ね、爆速スタイル やばいな、生で上げていこうかな、はい、ちなみにメンバーシップも、うん、まあ、別日、全然別、メンバーシップは基本的にライブ配信のみやから。あ、そうなんですね、うん、だから2週に1回とかで配信して、はい、でまあなんていう、 YouTube の普段も配信すんねんけど、はい、まあ、その配信ではなんか、まあ、普通の喋ったりとかするだけやけど、はい、まあ、言葉選んで喋っとうから、はい、その誰も傷つかない感じで、はい、まあ、メンバーシップは割とどこか入ってるっていう、はい、いや今回は小傷つけにかかってるんで290円払えよ
お前できれば言うなよ。ラーメン食べ終わって美味しかったですって感じやな。そうですね、うまかったな。はい、ほんまに美味しかったです。でも満足ですね。満足やな、はい、まあでもそんな感じで今日は、みんなこれ満足げやな、これ。はい、そうですね、これはもう、全員が幸せになった瞬間ですね。そうやな、こいちゃんは助手席おったけど、はい、まあ後ろのみんなで食べて今日は終わりということですね。そうですね、めちゃくちゃ平和。めっちゃ平和やな、はい、ほんまに平和。まあそんな感じで、こんな、あ、しちゃうわ。マンパーツの初日、横浜ビービーストリートは、これで終わりです。はい、ありがとうございましたっていう感じですね。はい。はい、じゃあ、こいちゃんも明日以降もまた、はい。お願いしますということで。よろしくお願いします。はい。じゃあ、今回は、これで終わりたいと思います、はい。明日の夜も楽しみにしとけよ。では、ありがとうございました。ありがとうございました。